The winds of winter howl. Your time is up, mortals. I've come to wipe this world clean. さあ、やっていきましょう。花の恵み。バック、バック、リアン。これが一番安定してる気がするんだよな。グローバーだしな。ショーの尺でいきましょうか。Prepare for battle. 3, 2, 1. Let the battle begin. さあ、実はイナラ愛用者、いいですよね、イナちゃんね。僕も好きです。You can live, healer. Grind your bones to death. First blood. Keep up the good work.さあさあ、いい感じでは。あのゴミ掃除しておきましょうか、タレット。ポイントバリ。センキュー。オーバータイム。ありがてえ、そうやって見てくれるの。ビクター持ってかれたけど。あ、いい、いいね、そこの今の。もう溜まったんか、グローバーウルト早くない？ショーの尺ってことはまさかショー尺、マジっすか。それわかんの、やばいな。 IQ300 ですね。最強の IQ をお持ちです。危ないよ、顔出したせいで当たるとこだった。すげえ、なんか強えなこの人たちって感じですね。まだプラチナなのにこうマスターの人たちに出会うの嫌なんだけどね。マスター級の人たちに。あ、うまい、それうまい。はあ、セリスありがとう。セリスに助けられた。あ、なんか倒したな。逃げてくれ。あっし、持ってかれた。おほう。ビクター、引けるなら引いた方がいいやつですね。あ、マジでそこ押す。消尺、あー、ここでしょうか。活性がついます。オッケー、行こう。さっきなんならあの最後、まあなんかなすべもなくやられるまで1デスもしなかったんで、ワンチャン次消尺3までたまるのかな。たまるといいなーって感じですね。
すまん。Behind us。あ、マジで不要だったね、今のウルトは。ジェイシャンがジャンプで今避けてくれたね。もっと早くこのゲームの存在気づけばよかった。おお、あのゲームバリ楽しんで待った。ポイントバリ。ようまいな。お前さあ400なんで溜まっていませんねって状態ですね。せやな、グローバーさん真ん中から。あ、なるほど。オッケーオッケー、任せろ。リアンがこの上にいるのやだな。バリク、あ、ホートワンチャン無視していいな、これ。ホートコアストクルダン短縮積んでるんで、彼ホートコアストよりもホートのから避けながら戦ってた方が良さそうですね。はーい、死んじゃった、この絵で。あ、ダメか。あ、やべえ。足元に設置してしまった。よくない。少々すみます。悔しいな、今の。よく稲良がやるあの三角スペースで時間稼ごうと思ったんですけど。できなかったですね。Nothing of this world may harm me. Face me head on, cowards. Retreat. You can live here. They will learn to fear us.見ている？リアンが来た。ただあそこはあれですね、圧かけてってくれてますね。セリスがあの裏にいる。あちゃこれ詰めすぎ。あ、ごめん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 。たた HP ベリーローだ。消えるかな。くそーバック。あ、
サポート詰めてこれんのすごいな。ちょっと買わずに行きましょうか。クレジットちょっと貯めておきます。いやー、あのリアンが永遠に、それはヤバみ。あー、神神神。ワンチャンを狙っていきましょう。グローバーウルトで掴んだな、あれすごいな。初心者なのでアイテム購入がよくわからないです。何を意識して選んでるんですか。基本的にヒールする人以外はこの朝食っていうアイテムを取ってますね。まあ、ここちょうど顕著に見えてるんですけど、この人とこの人がヒーラーで、朝食ってアイテムこの人たちだけ買ってないんですけど、他はみんなちゃんと買ってますよね。この朝食を買うことで敵の回復効果を 75% 減少なんですよ。このゲーム1000とか回復するんですけど、1000一気に回復するんですけど、それを250に減らすことができるんで、かなり強いと強いものになってますね。なんでまずサポートメインヒールのヒールメインで戦うって言っていいのか分かんないですけど、そういう使い方をしないのであればまず小尺を積むのが最初にすることですかね。お、ナイス。今の速攻ナイスだ。一緒に人はいる。なるほど。あー、お前そこに壁使いたくなかったなー。であれば やめてほしい。ありがてえ神だ。そのバック ナイス素晴らしい。なるほど、とりあえずそしたら買うのがまずベストですね。で、敵によってこう、なんていうんですか、ポケモンやってる方だったら分かるんですけど、ダイレクト、物理ダメージと特殊ダメージみたいな、こう、弾が直接当たった時にダメージを与えるタイプの攻撃と、こう、弾の爆発とか特に顕著なんですけど、爆風とか、こう、他の人にも、当たった範囲ダメージが入るものと2種類あるんですよ、このゲームは。それぞれのダメージを減らすアイテムがあって、安息の地っていう青いアイテムと、ブラストシールドっていう青いアイテムがあるんですけど、あ、ごめんこれ僕は悪い。それを買っていくと結構生きやすくなっていいかもしれないですね。あ、了解です。車線切りながら戻っていきたいです。自分だったらもっと早く死んだかったな。これですね、安息の地。多分アイテムもまずそこを押さえておけば、あとは結構自由というか、人によって好みが分かれるかもしれないですね。バック挟めるかな。挟めなかった。
か。引くしかないみちゃんですね。いやグローバいやこの間しんどいな。これは もちろんもちろんウルト使わない今。23これでウルトはこっち全員持ったまま次ぶつかれますね。さっき持ってない状態でなんとかポイントは取れたので同じようにポイントは取れると嬉しいなってところでしょうか。チャンピオン早めにウルト使えと言われましたね。5 4 3 2 1。じゃあちょっとポイント踏みに行くってよりかはまず最初にウルトを撒き散らすために動いてみますか。結構いいとこ今入ったね。バック当たったしリアンはワンチャン当たったんかね。普通にやってくれてるのは味方がうまくって感じかもしれませんが、ナイス、いい感じにできてよかったわ。不発ウルトがここ最近あったので、これ味方が前で下ろしてくれてるんでなんとか安心して見てられますね。ナイス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 。今右側中央左と押さえてるのでグローバー持ってくれましたね。ポイントブレイク、左から音がする。それは痛い、リアンのそれは痛い。オッケー、リアンやれた。これ今焼灼積んでるから敵の HP がそんなに回復しないですね。やれてやれて、ナイス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 。なんかいい写真な。あ、ちょっと今の無駄ピークです。これ持っていける。長っ。ナイスナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。おお、いい試合してる。おお、いや。よかった。結構本当五分五分の戦いみたいな感じですね。てかこれアイテム買い切れるな。馬。一つアイテム1000もかからないからな。あと馬に3買って終わりですからね。あ、父な試合本当に。めっちゃいい試合しますよ。この3-3でワンチャンここで持っていけなかったらもう一回ワンラウンドあるのに。もうあれですかね。おお、ナイス、不要でしたね。
ここはもうウッド使った方がいい。ナイスナイスナイス。オッケー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 。勝ったー、やったー、うおー楽しいこういうパラディンズ、こういう試合めちゃくちゃ楽しい、めっちゃ好き。This is GG、 これが GG、 すげークソゲーちょっと待っていや相手からしたらワンチャンそう思うかもしれないですね。